落合酒造場の代表兼当時の落合良平です。宮崎市の鏡洲というところで焼酎を製造販売しております。創業が100年ちょっと。まあ、きっかけとしてはですね、その宮崎の焼酎蔵で、まあ、海外展開したいという蔵が集まって市場調査試飲会なんかをアメリカでやろうというのが、まあ、あったんですけど、アメリカのニューヨークだったんですけど、評判のいい飲食店さんのシェフさんとかオーナーさんは新しいものを取り込むのにすごく貪欲なんで、品質が良ければ定着していくんじゃないかというふうに感じました。は日本では食中酒として飲まれてたわけですけれども、もともと焼酎は蒸留酒ですから、まあ、スピリッツであると。ところが世界のスピリッツの飲み方というのは日本で飲まれてる焼酎の飲み方とは全く異なると、まあ、そういう意味では、焼酎をスピリッツとして売っていくという新しい売り方が世界に出ればあるんではないかと。スピリッツといえばウイスキーがありますし、まあ、ウォッカとかテキーラとか、まあ、名だたる競合がありますけれども、まあ、しかし焼酎というものはものすごく高い品質を持っていると。田舎の焼酎屋ですんで、あまり具体的なそのビジネスに関するそのテクニックを知らなかったもんで、いろいろ手続きとかあの言葉の問題もありますし、ジェトロさんに相談して、で輸出大国コンソーシアムという事業があるっていうのを聞いて申し込んで、大体これ仕込んでからここまで行くと何時間か、お茶さんとみんな絶対検圧なんですか？いや、お茶は芋とかほとんど上圧って感じ。私はあの30数年間あのアルコールメーカーにいましてですね、あの海外駐在を4年ほどしてました。アメリカですね、日本に戻ってきたからもう海外企業との付き合いがあってですね、トータル合わせれば10年以上、まあ、そういう海外企業との関係というのを経験してきています。支援の中で一番大切になってくるのは企業さんとの信頼関係をどう築くかというところですね。まあ、特に最初のステップの段階ではですね、企業さんと信頼関係を作れるかどうか、まあ、それによってその後の、支援のやり方だったり進み方だったり成果というのが全く変わってきます。でそのためにはですね、信頼を、得るためにはですね、例えば皆さん自身が最初は少しこう汗をかいてですね、いただくとか。企業の環境分析なんです。弱み、強み、市場に機会、脅威というのをですね、分析して、まあ、強みと機会を掛け合わせて、じゃあどんな戦略を取っていくかと、その戦略を作るための一つのステップ。今振り返るとですね、自分を知るということだと思います。自分の会社、自分の家業がどういったものかというのをもう一回その見つめ直して分析して、私が受け継いできたものがどういったものかというのを改めて見つめ直すと、壊しちゃいけないものと、もう新しくチャレンジしていい部分と、そこははっきり見分けがついたってことですね。全く新しい市場にね、新しい市場に焼酎として飛び込んでいくんだったらば、今までにない全く新しいものを作っていくべきだと、アメリカ人は誰でさえ焼酎全く知らないんだから、斬新なアメリカ人に刺さるようなコンセプトを持った焼酎を作っていきましょうということに結論付けて、企業で働いた時にどうしてもコストという面がすごく重要で、高ければとてもいいデザインはいくらでもできるんですけれども、どれだけこう抑えつつ良いものができるかっていうのがずっと課題でやってきましたので、もしかしたらこの案件お力になれるかもしれないなと。
お酒を楽しむ場で、味ももちろんそうなんですけれども、視覚的にも楽しんでいただきたいっていうことを一つ頭に入れていまして、バーで販売されるということで、すりガラスの部分と透明の部分を用いて、こう光を当てた時にキラキラと輝くものを考えました。非常にいい線いってるなというふうに思いましたね。やっぱそれでも情報が多いなと、いろんな文字情報、主にそこのところ、話をさせてもらいました。アメリカっていうのは人種の滅亡ですから、言語も違いますし、そういった人たちにいかにこうシンプルに訴えていくかっていうのがデザインに対する大きなポイントになっているかなというふうに思います。ですからそこのところのコミュニケーションをいかにこうシンプルにしてあげるかっていうのがもう勝負なわけです。そこで選んでいただかなきゃいけないわけです、お客様に。Hello, Kelly San. This is Kim speaking. How are you? I'd like to talk about the feedback you sent to me the other day. マナさんがアシストしてくれたんで、言いたいことが整理しながら話せたというのは大きかったと思いますね。その尻滅裂にならずに済んだというのがですね。一回一すればいいというふうに僕は思ってなくて、事業の継続性、その一回一すして物がアメリカに来ましたと、でもアメリカに在庫になってますよと、で物がなかなか流れてませんとなったら、もうそこで終わっちゃうんですね。事業が継続性があるものにしていくっていうのは大事だと思ってます。それがまあパートナーの仕事だと思ってます。うちのその家業をアメリカ持ってって美味しいねって感心してくださる、で興味を持ってもらえる、そういったものをやっぱり受け継いだんだなっていうのが、やっぱりご先祖様ありがとうございますというような感じですね。アメリカでも勝負できるものを受け継いだっていうのは、やっぱり本当に嬉しい発見でした。